張林は、中華人民共和国、山東省西南市出身のサッカー選手。中国サッカースーパーリーグ、甲州久し大所属。中国代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。甲州久し大正2010年、上海東亜から甲州久し大へ移籍した。移籍金は700万円である。2013年4月24日。 AFC チャンピオンズリーグ2013予選第5節の浦和レッズ戦で山田信久に髪を引っ張られ倒された後報復行為をしたとして一発退場を受けた。それにより第6戦の全北現大モータース戦は出場停止となった。浦和との試合は予選で唯一の敗戦試合となった。その後公衆比佐はラウンド16でセントラルコーストマリナーズ FC 準々決勝で、レフ・ウィア・イス・シー、準決勝で、カシワ・レイソル、決勝で、FC ソウルを下して、公衆久佐次第の AFC、チャンピオンズリーグ初優勝に貢献した。また、AFC チャンピオンズリーグドリームチームを初受賞した。長級リーグでは、公衆久佐次第の3年連続3回目の優勝に、貢献し、長級リーグベスト11を初受賞した。 2014年8月20日、AFC チャンピオンズリーグ2014準々決勝、第1戦でもウエスタンシドニーワンダラーズ FC 戦で一発退場を受けた。それにより、準々決勝、第2戦のホームでのウェスタンシドニーワンダラーズ FC 戦は出場停止となった。結果的に、公衆久差次第は、ウェスタンシドニーワンダラーズ FC に敗れて敗退した。長リーグでは、 公衆久佐次第の4年連続4回目の優勝に貢献し、2年連続2回目の長級リーグベストイレブンを受賞した。2015年7月20日、公衆久佐次第との契約延長を発表した。2020年12月31日までの5年間の契約を結んだ。AFC チャンピオンズリーグ2015では公衆久佐次第の2年ぶり2回目の優勝に貢献し、 2年ぶり2回目の AFC チャンピオンズリーグドリームチームを受賞した。長級リーグでは、公衆久し台の5年連続5回目の優勝に貢献し、3年連続3回目の長級リーグベスト11を受賞した。長級リーグでは、公衆久し台の6年連続6回目の優勝に貢献し、4年連続4回目の長級リーグベスト11を受賞した。早くから、 年代別代表に招集され、U2 例代表として2008アファ -19 アジアユースに出場。2010年には U23 代表で杭州アジア大会に出場。年代別代表ではあまり良い結果は出なかったが、高広氏派により、当時2部の上海等は所属ながら A 代表にも抜擢されると2009年12月30日の ヨルダン戦で代表デビュー初ゴールを挙げた。東アジアサッカー選手権2010でも優勝に貢献した。中国代表として定着しており、AFC アジアカップ2011、AFC アジアカップ2015、AFC アジアカップ2019のメンバーに選ばれている。国際 A マッチ62試合5得点。ありがとうございます。